それでは経営学部を中心とし、高校の段階で簿記会計を学んだ経験のあるその皆さん方、この高校3年間で学んだ会計という力をさらに高め、その能力をつけ、この大学4年間を過ごした後に、その会計の能力を生かして社会で活躍したいという希望を持っている皆さんのために、この朝日大学は特別な講座を用意し、また会計研究部という部活動を設置し、君たちのサポートをする体制が整っております。ぜひともこの3年間で学んだ会計を生かしたいと思う皆さんにとって必要となる動画をここに公開いたしますので、ぜひともご覧になっていただきたいと思います。